はい、こちらアボカドの木なんですけど、これも未生なんですよね。はい、で2年前から実をつけているんですけれども、まあ去年は台風で全くならずに、今年はね、あの数かなっていたんですけれども、なんかもう落ちてますね。はい、こんな感じで落ちてたり、あ、ここもちょっとちっちゃい時にですね、落下してるみたいですね。これも落ちてますね。はい、種使えるのかな、どうなんだろう。まあ一応こういうの持っていくんですけど、であと見ると1個だけ、これだけ残ってますので、もうね結構落ちてきてるんで、ちょっと早いかもしれないんですけれども、収穫したいと思います。あ、これですね。はい、オリジナルなので、これ食べれると8号になります。はい、では取っていきます。はい、まあ9月の2日、なんですけれども、結構ね実の感じは、はい、いい感じですね。これまあ収穫します。はい、はい、収穫しました。こんな感じですね。まあ追熟を経て、まあどういう果実の味かちょっと調査したいと思います。で横にですね、オリジナルこれ3号なんですけれども、3号と同じ時にこの8号もですね、果実、まあ、実ったんですけれども、この3号だけは2年前にですね、新さんと一緒に食レポできました。まあ今年もですね、いくつかなっているんですが、まあちょっと玉がねちっちゃいね、今年は。かなり玉がちっちゃいです。はい、まあ、こんな感じ。玉がちょっとちっちゃくて、あ、ここにね1個ありますね。大きいのちょっと取ろうかな。こんな感じになるんですよ、果実の形が。でちょっと焼けてますけれども、これね取りましょうね。はい、オリジナル3号です。はい、オリジナル3号も収穫しました。結構玉もねサイズ感があって、大きくてすごいいい感じですけれども、まあどんな感じの味質か今年もね、評価、していきたいなと思います。はい、すごいいい感じですね。全国の果樹栽培好きの皆さん、こんにちは。未生オリジナルアボカド、イエーイ。ということですね、今回あのまたオリジナルアボカドできまして、ナンバー8とナンバー3ですね、こちらちょっと食レポをしたいと思います。であのナンバー8がですね色が変わる品種で、でナンバー3もですね実は色が変わる品種で、でこっちは黒くなるんですけど、こっち赤くなるんですよね。でちょっとなんか黄色っぽい感じも、するっていうですね、あのかなり珍しいタイプのアボカドになっております。はい、いや非常にねあの面白いんじゃないかなと思いますけれども、まあ、オリジナル7が確かあの黒く、まあ、変色する、まあ、紫色に変色するタイプだったと思うんですけれども、まあ、今回ですね3もまあオリジナル8もですね、変色したということで、あの非常に誇らしいなと思います。で、こちらのオリジナル8はですね実は2年前に、開花結実していたんですけれども、あのまあ、追熟のタイミングが間違えてですね2年前は食べれなかったです。はい、でっていうのもですね、あの木から落ちてたんですよね。木から落ちて、結構打撲もあってですね、ちょっと追熟が難しかったっていうところが、こちらはあります。オリジナルナンバー8ですね。はい、でオリジナルナンバー4になる予定だったんですけれども、その食べれなかったといういろいろな理由からですね、あの数字がどんどん後ろ倒しになってしまって、今オリジナル8に、格下げというか、はい、数字的にはあの、はい、あの増えていきました。で、オリジナル3もですね、こちらもあのすごい面白い品種で、これは2年前にですね一応食レポはしてるんですけれども、シンさんとやった時にはですね、なんかトマトじゃないポテトのようなですね、感じがして、なんかあのアボカドっぽくないというか、まあ、カニステルっぽいような、感じがしてですね、これも好評でした。まあちょっと確認の意味も込めてですね、ちょっと食べたいと思います。まずはこちらからですね、気になってる、こちらから、ちょっと切っていきたいと思います。はい、それではオリジナル8ですね、ちょっとヘタを外してみましょう。はい、あちょっとなんか赤いっぽい色素がありますね。はい、な感じです。ちょっとね半分こしていきたいと思います。あちょっとまだ硬い、結構硬い感じがします。で冷蔵庫にですねちょっと1日入れておりました。追熟にですね、今日が10日なので 8日かかっております。では開けていきましょう。オープン。おー、めちゃくちゃいい感じ。色合いもかなり綺麗ですね。はい、わあいい感じですね。
まあ、オリジナル3も行きましょうか。せっかくなんでオリジナル3も行きます。はい、こちらオリジナル3ですけれども、こちらもちょっと切っていきたいと思います。まずヘタちょっと取ろうかな。はい、まあ、こんな感じですね。はい、それでは切っていきます。はい、よし、どんな感じかな。今年も楽しみですね。なんかいろんなオリジナルが食べれて。それでは行きます。ほい、おー、すごいね。まあこれはね、見たことあるような感じだけど、種大きいね。いやーすごいね、種も。扁平ですごくいい感じですね。はい。ちょっと2つを比べるとこんな感じですね。オリジナル、こっちが8ですね。で、こっちが3です。はい。皮の厚さとかもですね、結構いい感じじゃないかな。はい。なんか剥きやすそうですね。それでは食べていきましょう。これはオリジナル8か。オリジナル8ですね。これからちょっと食べていきたいと思います。まあ実質ね、今日はオリジナル8が一番楽しみな、感じですので、はい、ここに全集中力をですね使っております。はい、皮はですね非常に白皮性はいい感じがしますね。やっぱ変色するタイプで色素がですね、皮の色が赤いですね、裏が。はい、それがちょっと果肉に乗り移ってる感じもありますけれども、はい、はい、それではいただきたいと思います。いただきます。うまいっすね。はい、あ、これはうまいな。これね、木の上に1個しかなかったんですよね。で、美味しさはですね、いろんな人と共有したいんですけれども、ちょっとこれはね1個しかなかったんであれですけれども、めちゃくちゃうまいです。メキシコ系みたいな味がする、卵の黄身っぽい感じ。結構濃厚ですね。あ、これうまいね。これ9月に取れる感じだったらすごい美味しい。あ、これはうまい。4ぐらいうまいかもしれないけど、4とちょっと味の系統が違いますね。なんか最初に一口目食べた時にすごい、うわ甘っていう感じがあったんですけれども、なんかよくよく噛むと本当にまあ、メキシコ系みたいな、ああいった油分の濃さがありますね。これはこれはありです。はい、今んところこの3つはありですね。でもこのオリジナル8はですね、着火性が悪くて、全然花が咲いたけど実が止まらなかったんですよね。で、おそらくこれね、周りにですね開花樹がそんなに近くになかったっていうのが、まあ、一つの要因かもしれないですね。はい、なので、まあもしかすると他にですね、こう花粉の交換があれば、まあ、爆なりする可能性もあるなと思うんですけれども、いやでもそんなことないか。2年前もいっか、今年もまあ今年3回ぐらいあったんですけれども、木から落ちたんですよね。もしかしたら、まあ、メキシコ系の遺伝子がちょっと入ってるのかもしれないですね。いや非常に美味しい、品種だというふうに思いました。はい、では次に、ちょっとこのナンバー3いきたいと思います。ナンバー3はですね、こっちから行こう。ナンバー3はね、2年前に一応シンさんと一緒に食べてるんですけれども、かなり、まあ、2人の評価の中ではすごく高かったっていうですね、そういった感触があります。はい、皮がですねかなり厚くて剥きやすいんですよね。はい、こんな感じですね。こちらも皮の色素が、はい、果肉にちょっとだけ乗ってますね。はい、これね、なんか黄色っぽくなるんですよね、果皮が。なのですごい面白い感じがありましたけれども、まあ、ちょっといただきます。はい、いただきます。美味しそうだね。わあ、うまいねこれ。これうまいね。なんかこれね、カニステルみたい。これうまいね。これうまいわ。ポテなんかね、本当に、じゃがいもっていうか、さつまいも、かぼちゃとか栗みたいな感じがしますね。これうまいな。これはうまい。
あのアボカドじゃないですよ、もうオリジナルさんは。なんか本当にあの栗とかかぼちゃとか、うん、まあカニステルにちょっと近いカニステルアボカドみたいな感じです。はい、うん、3はいいね、美味しいね、うん、3いいかも。いや今のところね、ちょっと順位をつけると難しいですけど、まあやっぱ4か2が上にいるな。まあ2はちょっと最近食べてないからちょっと忘れてきたな。まあでも4か。やっぱその放散性とか果実の一つ一つの大きさとか、あそういったのも加味すると4か、うん、やっぱ放散性っていうあの特性は大きいですね。なので4が今のところオリジナル系統ではやっぱりまあ押したい。でその次にまあ2か3が来るのかな。でこの8も美味しかったけど、8がね着火性がそんなに良くないんですよね。あ3いいね。でも3本当にいいね。3なんか本当にあのアボカドの味っぽくないですよ本当に。なのでこれ結構いいんじゃないかなっては思うんですけど、いやね、あと果皮の色も変わるから食べ頃のタイミングがですね分かりやすいっていうのが、あのまあアボカドの消費者さんからするとめちゃくちゃ大きい、まあ、アドバンテージじゃないかなというふうに思います。でまああの味のりが薄くて美味しくなかったのもあるんですけれども、あの基本なんかオリジナル系統基本、うん、美味しい感じしますね今のところ。はい、すごいね。でもここまでさあの美味しい感じのアボカドになるってね、あんまり想像つきにくいですけれども、かなり美味しいと思います。はい、はい、ということで、オリジナル3とオリジナル8ですね、どちらも美味しくてかなり上位の方にいるものだなというふうに思いました。でちょっとですね、この未生の沖縄県で未生を作る、まあ、意義みたいなところもう一回話したいんですけれども、これも何回も言ってるんですけれども、まあ、未生の選抜をしていてですね、まあ、オリジナル品種をどうにか作っていきたいっていうことをやっております。で沖縄県ですね、あの地のりがあって、まあ、日本って縦に長い国ですけれども、まあ縦に長いからですね、まあ、緯度が高いと寒くなっていくっていうことで、まあ冬季の気温でですね大体多くの品種で作れないんです。はい、ただ沖縄県はですね冬でも15度、を下回らない、下回る時もあるんですけれども、まあ、安定的に10度以上あるということで、まあ、結構いろんな品種が作れるんですよね。はい、ただ作り手もそんなにいなくて、作り手はいるんだけれども品種がないっていうですね、そういった問題があります。で、まあ、ハスとかグアテマラ系の品種はその本土の方で作れたり、まあ、ただ作れるんですけれどもちょっと奥手なんですよね。あの木の上にしっかり置かないと味が乗らないっていうタイプで、そういったタイプはやっぱ12月以降、の品収穫になりますので、ちょっと沖縄県でやるとですね、まあ、台風もありますし、少し、まあ、しんどいなというのが一応正直なところですね。はい、で、なので8月中旬以降、まあ、9月の前半までには、収穫できるような品種があればいいなっていうのが、まあ、沖縄県のアボカド栽培の、人たちの率直な感想だというふうに思います。で沖縄県品種がないと言いましたけれども、ないわけではないんですけれども少ないんですよね。はい、まあ、台湾系統の品種がいくつか、そしてあと、まあ、カビラ1号2号3号、というものがありますけれども、まあうん、まあその栽培 の特性はいいんですよ。あの木が大きくなりにくいとか、かなり曲がる品種が多くてですね、であと放散性という、まあ、特徴もありますので、まあ、適化するほど実がなるっていうですね、あのそういったことがあるんですけれども、ただ味がね、はい、あんま美味しくないですよね。はい、あんま美味しくないっていうと結構言われると思うんですけれど、いやもう本当にちょっとね改善の余地がある、そういった味質なんですよ。はい、水っぽいっていう人も多いし、そんなにね苦手だよ、やっぱアボカドの、まあアボカド本来のそういった油分を期待してる人とかも結構多くてですね、カビラそこがないっていうのでちょっと、うん、まあ美味しいっていう人も多いですけれども、僕みたいにそんなね美味しくないよっていう人も中には多いっていう、まあそういったまあこれで満足してる人が少ないっていうね、まあそういった品種だと思います。なので、沖縄県のこういったまあ風土
というか気候のメリット、まあ、本土では絶対冬ねマイナス何度とか行きますので、そういったマイナス何度とかに行かないこの条件で作れる、まあ、西の首都系が作れる環境で、かつで美味しいのがないっていうのが今現状問題なのでですね、この辺をまあ、どうにか作っていきたいなというふうに思います。で今なので未生選抜をちょっとやってるんですけれども、まあ、うちらの園地ですね父が、10年以上か10もう15年ぐらいになるかもしれないですね。当時からアボカドたくさんね山に植えておいてくださったおかげで、まあ、今ようやく、まあ、去年2年前ぐらいからちょぼちょぼとですねこのオリジナル系統の実が着火してきているということですね。で去年はちょっとあいにく台風6号の影響でかなりダメージを負ったんですけれども、それでも、まあ、ちょっと持ち直した 木々たちのですね、からこう未生系統が出てきて、でようやく評価ができるっていうですねこういった段階でございます。で、まあ、カビラ味質がそんなに良くないのでカビラを超えるのは簡単なんですよ本当に、はい。まあ、ただ時間がかかるっていうですねその時間とまあ、面積が必要、まあ、たくさん木を植えないといけないので、まあ、高継ぎするっていうのも一つの手かもしれないんですけれども、まあまあ、高継ぎにしてもですね、まあ、それなりに時間がかかるっていうのが本音だというふうに思います。まあ、なのでその時間をですね、まあ、かけれる人がどのぐらいいるのか、そしてアボカドに対してある程度、まあ、精通しているのがどのぐらいいるのかっていうことなんですけれども、まあ、ほぼねいないんじゃないかなって思います。この前も日本熱帯果樹協会でアボカドに関して講演させてもらったらですね、アボカドに興味のある人、日本熱帯果樹協会の沖縄支部でも 15% ぐらいだったですからね、はい。でまだ全然栽培も皆さんされてないということで、うん、誰もやらない分野、うん、このアボカドの沖縄県の独自の沖縄県の風土に合う 品種をですね作っていく人がいないゼロ人、はい、僕以外ゼロ人、そういったところだというふうに思います。できちんと調査して、うん、きちんとやっぱり美味しいものって作れはするんですけれども、ただやっぱり気が落ち着いた樹形になるのか、そして着火数がどのぐらいいいのか、というですねそういったところだと思います。正直開花型の A とか B とかはもう正直どうでもいいです、はい。ね、とにかくたくさん植えればもう全然花に関しては A だからどうとか B だからどうっていうのはそんなに正直そんなにあんまり関係ないです、はい。まあ少ない本数10本以下とかをやる場合はですねきちんと A5 本 B5 本とかってやった方がいいんですけれども、うちらみたいな結構園地とかはもう正直どうでもいいです、はい。まあ販売するときには A とか B とかちゃんとですね、ラベルをつけて出させてもらうはするんですけれども、まあ、ただカビラもですね正直ちょっと開花がですねこの日調べたら A タイプ、この日調べたら B タイプみたいな感じで振る舞いがちょっと変わってしまうっていうのが、まあまあ、特徴があって、ちょっとね不明っていうところもあるんですけれども、まあカタログでは A になってるんですけれども B っぽい振る舞いとかも全然するんですよ、はい。なのでそこら辺ちょっとまあそんなに気にしてるファクターじゃないなっていうところがあるんですけど、まあ、とにかく美味しい品種、そして8月中旬ぐらいに収穫がスタートできる品種っていうですね、そういったところを目指して、作っております。沖縄県もね台風がよく通る、ところ、でありまして、まあ9月入っても10月入っても全然台風が来るっていうことですね。なるべくだったら台風が、まあ、来る前の、8月、まあもう来てるっすけどね、まあ来てるけど、まあなるべく台風のリスクを減らすためになるべく早生、極早生、はい、みかんでいう極早生、うん、ユラみたいな早く取れて美味しい、豊産、はい、浮き皮がない、まあ、浮き皮とかはないけどそういったもの、はい、アボカドには、うん、まあ、そういったスーパーアボカドができる余地っていうのはですね全然、この沖縄県の遺伝子プールの中でも全然発現できるというふうに思いますので、はい、まあ調査していきたいなというふうに思います。100科ぐらいね作れば、10科ぐらいはですね美味しいものができると思うんですよね。でその10科ぐらいの中から市場流通、するための、まあ、皮の厚さとか炭素病に強いとか、まあ収穫後、まあ大体1週間ぐらいで食べれるとか、色が変わるとか、まあ変わらなくても、何かしらの、まあ、くすんだような色にちょっとだけ、まあ、色がちょっと変わっていくとかですね、そういったところでもいいので、まあ、そういった特徴を見ながら出していきたいなというところであります。ということで今回ですね一応まあ、オリジナル系統を作っているっていうところと食レポについてお話ししたんですけれども、まあまだまだ先のね、けんちゃんオリジナルの
まあ、苗の配布は、まあ、2年後とか3年後ぐらいになると思うんですけど、一応4号はですね、何かしらで配布する形には、なると思いますので、結構今いろんな人にもですね、苗木の、欲しいよっていう結構、まあ、そういったことも、来ておりますので、そこはまあ、作っていこうかなと思います。まずはちょっと打倒カビラ打倒カビラ緑、はいはい、カビラ1号、打倒カビラ1号ですね、やっていきたいと思います。はい、ということで今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。じゃあね。